ょっとリピートで時をリピートです。行こうかお願いします。ありがとうございます。頑張っていきましょう。あの突然なんですけどね、うん、皆さんの周りでもいませんか、感謝できない人ね。感謝できない人、感謝できない人いませんか。こうね、なんかやってあげたことに対して、うん、なあ兄ちゃん、俺今日気分ええねん。なあ、女の子可愛いの揃ってんねやろな。任せてください。言うたで、楽しみやで。あちらどうぞ。あっちか。おお、楽しみやで兄ちゃん。え、暮らしよう。お前らもそうで。これ以上人に丸め込まれるのはたくさんや。どうしたいきなり。5秒前まであんなしてたのに、うん、何かあったら騙されたってことですか。いや、その騙されたとかじゃないけど、うん、なんか俺の意見言った時とかもな、うん、その意見が通らへんみたいな。うん、丸め込まれることがようあんねん。違うよみたいな、納得させられるみたいな、うん、水族館デートに行きたいんですよ。喋り出しにイントロいらんで、お浜くんな。どうも、天才ピアニストです。お願いします。お願いします。いや、ありがとうございます。あの、今度ね、親友の結婚式があるのよ。あら、おめでとう。そう、披露宴に。いや、行くの。あの、二次会でね、はいはい、今日やってくれへんかって頼まれたんよ。余興。そう。何すんのよ。いや、何しようかね、いろいろ考えたんやけど、はい、あの、謎かけでね、ちょっと盛り上げようかなと思ってね。そろそろ結婚式だね。じゃあな、幸せになるな。うん、しゃあ、どれや。うん、どれ、どうしよう。皆さんちょっと聞いてくださいよ。何？あの、この前ね、出かけようとしたら、それまで雨降ってなかったのに、僕が家出た瞬間急に雨降ってたんですよ。あ、そうな。まあ、でも僕ね、あの、雨男なんでね、こんなことよくあるんですけど、皆さんの中にもいませんか、あの、雨男、雨女の人。あのさ、雨男とかないで。はぁ、どうも変態です。これすごいでしょ。前に進むだけでね、回るんですよ。回るんですよ、これ。今からこの風車の回転を止めずに。いや、俺ちょっとね、はい、めっちゃ楽しいオリジナルゲーム発案しちゃってる。わ、楽しいゲーム？お、期待してええの、それが。ジェスチャーゲーム。お、がっくりやな。あ、知ってる。知ってるよ、むちゃくちゃ。知ってるよね。毎日やってる。毎日やんの、お前。アホか、お前は。じゃあちょっとジェスチャーするわ。うん、やる意味やるから。ヤンキー漫画でよくあるね、主人公がライバルの番長と神社で対マンするシーンあるやん。おうおうおう、俺あれちょっとかっこええな思ってる。おう、だから俺今から主人公やるから、 お前ライバル校の番長として、ちょっと神社で対マン話してくれ。ごめんごめんごめん。ただいまー。おかえり。お母さん、今日の晩ご飯何？今日はね、煮物作ったわよ。あー、和食か。うん。あ、分かった分かった。あのさ、はい、最近彼女ができました。あら、春ですね。ああ、やってきました。季節ど真ん中の。いや、最高でございます。おめでとうございます。ありがとうありがとう。え、それはどんな子なの？これはね、あの、22歳の大学生じゃん。あら、そう、若い子。まあ、年下や。やるね。まあ、ありがとう。その大学生みたいな人とどうやって知り合うの？いきなりやねんけど。はい。あの、女子って大変やなと。女子って大変。うん、どういうこと？こうね、あの、バレンタインの日とかさ、うん、どうも、いつも大社です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。あの、ちょっとね、うん、僕、あの、憧れのシーンがありましてね。憧れのシーン、あの、刑事ドラマの殉職シーン、これめちゃくちゃ憧れてるんです。殉職シーンね。あの、犯人が発砲するけど、それをね、後輩でか守るために先輩が盾になるんですよ。録音する？楽しみやな。ない。一生に一回しな、卒業旅行はな。どうせやったら思い出のあるようなとこ行きたいよな。だからさっき言ってたさ、ヨーロッパとか嫌なんやな。ヨーロッパね。あ、ハワイとかさ、なんか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 、ありきたりなな、感じね。なんか、だからどういうとこがいい、条件。条件1億です、お願いします。あ、ありがとうございます。ね、はい、1億と申しまして、タケヤとケンシロウで1億と申します。お願いします。お願いします。この間道に立ってたので、はい、急におっさんに肩バーンとつかれたんですよ。立ってただけで、うん、おお。でもおっさん何も言わずスーッて行きよったんですよ。それ腹立つな。こっち腹立つよ。めっちゃ腹立つやん。ただ俺何も言われへんかった。言われへんかった、うん、言わな。
あのね、この間ね、あの、うん、僕の同期のとある芸人が、うん、あの付き合ってる彼女と結婚するって言うから、うん、向こうのご両親に挨拶に行ったのよ。あ、一大イベントやな。そうそうそう、ええやんか。ほら向こうのお父さんが、うん、お笑い芸人やってるやつに、うん、うちの娘はやれんっつって断られてる。あー、どうも、ドーナツピーナッツです。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ちょっとね、最近さ、うん、ちょっと思ったんやけどさ。おー、思ったこと。お前さ、うん、あの抹茶とか、うん、あんことか和菓子好きよな。和菓子好き。めっちゃ好きよな。めっちゃ好き。まあ、よう買って食べるな。 やんな、うんうんうん、ほんでさ、うん、お前あと機械弱いよ。お前機械弱いかな。そう、パソコンとかお前苦手やん。もう全然できんよ。やろ。